はい、こんにちは、こんばんは、たかです。今日の深夜、まあ明日の明け方と言ってもいいと思います。NVIDIA の決算を控えています。まあ相当ここにまあ警戒しているようですね。リスクオフ環境というのが少し見えてきたようには思います。たった一社の決算発表であるんですけどね、ただこの NVIDIA、もうすでに時価総額が270兆円ぐらいになってるんですね。仮に今 10% 動きは、27兆円が動くということになります。トヨタの時価総額55兆円ですからね、この半分が、まあ、消し飛んだり、増えたりするわけですから、それやっぱりまあ影響はありますよね。現段階でも 5%、6% ぐらいの今下げになっていますけどね、ちょっとこの辺りは荒れてきそうですよね。今日一日は、この NVIDIA の決算、これを控えてという状況になりますから、まあ、なかなかまあリスクは取りにくい状況かなと思います。まあ、つまりドルの上値の差、これはもうしばらく出てきてしまうかもですね。こちらドルインデックスになりますけどね、上昇トレンドは見えてはいるんですけど、ちょっとこの押しが深いですね。まだこう押し安値は割ってはいないんですけども、昨日はこの売り、売りが入ったことによって一旦見えていたサポートは割り込んでしまいました。上昇トレンドの押し目買いの失敗という形がここで見えてしまいましたんで、まあ、確かにね、波の起点部分はまだ割り込んでいない、リバウンドなんかも入ってはいるんですけども、高値から見れば売りのトレンドがこれで見えたことにはなりますからね、今日もドル売り、これは出てきてしまう場面はあるかもですね。昨日の動きなんかを見ても突っ込んだ場面においては少しこう買い戻す動きも出てくるかもしれませんけどね。ただ変わらずドルの割れの重さは見ていこうかなと思います。まあ、あとは明け方のこの決算発表ですね。この結果次第ではまた環境の方も変わってしまうと思いますので、そちらは注意はしないといけないですね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に平準化されています。まあ、円も相変わらずまあ底堅いのは底堅いですね。下落トレンドはここに見えてはいるわけですけども、流れが止まってくるんであればまあ調整レンジ見ていくことになります。レンジ見ていくんなら現在地は安値圏かなと思いますから、まあいつまあ買いが入ってきてもおかしくないような状況かなと思うんですけど、なかなかまあこの円が変われないということは、こう目先の動きを見ているとかなりまあ売りは強く入っているわけですね。はい、こちらが4時間足、少々化されています。もう何度もね、ここ最近このチャートを出していますけども、まあ目先かなり強い売りが入っている。まあ手話チャートを見ていけば、まあ強い売りトレンド見えていますから、まあ当然といえば当然なわけですけども、ただ今のこの現在地、過去を見ていると、まあ面合わせまで来ているわけですね。これ去年の安値になります。まだこうサポートされるような動きというのはこの辺りでは見えてはいないんですけどね。ただ今の現在地ここですからね。いつま買いが入ったり、サポートされる動きが出てきてもおかしくないような、まあそういった地だと思います。目先の動きはかなり弱いと。ただ上位足を見ていくと強いサポートもありそうだと。まあ少しこう突っ込んでくるような場面もあるかもしれませんけども、突っ込んだところでこうショートをしてしまうと、戻りが入った時に、まあ、強い戻りになってしまうかもしれませんので、このあたりの攻防、まあちょっとこう難しい動きにもなってきそうなんですよね。去年の安値でもありますからね。攻防が出ても当たり前。まあ、このあたりは難しい動きになってくるんじゃないかなと思うんですね。これを難しそうだなと感じるんであれば、まあ、今のこの円相場というのはまあかなりこう警戒心を持って見ていくことにもなるかと思うんですね。ただこの円指数なんて気にしませんと、目先の動きをまずは見ていくんだというんであればね、まあ、これは円はかなり弱いですから、まあ、円の売り場を探っていくというのも面白いと思いますけども、まあさすがに僕はもうこれはもう様子見ですね。次の流れが見えてくるまでしっかり待ちたいと思います。そのきっかけとなりそうなのが、まあこれまたこの NVIDIA の決算ということにもなってくるかもしれませんのでね、注目はしたいですね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。少し暴れた動きになってますかね。特にこう、深夜帯、買いが入った後に売りが入ったり、売りが入った後に買いが入ったりと、上下の動きがかなり大きくなっています。まあ、入浴時間ということになるんですかね。明日も環境としては同じですからね。当然、まあ、今回みたいなこういった動きは、今日も警戒はすべきだと思います。まあ、そうすると、なかなかね、こう大きなトレンドを追っていこうと思うと、まあ、難しいかと思いますから、どちらかというと今こう若干短期の動きを追っていく方がいいのかなと思いますけどね。まあ、NVIDIA の決算以降はちょっとこう相場もわからないですからね。今日に関してはもう夜まで、NVIDIA の決算までと、ここはもう限定して見ていく方がいいように思いますね。
はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。週足環境見てるともう全然動きがないんですね。さらに、まあ今日は NVIDIA の決算となってくると、まああまり大きな動きは期待はできないかなというふうに思います。まあ現在地を見ていくと、上昇トレンドの真っただ中ということになりますから、今週もどこかでこの高値更新は狙っていきたい、そういった環境だと思うんですけども、ただ一方でこの高値、この高値に目をやると、まあ現在地は高値圏ということにもなってきそうで、まあ、そこの判断は少しこう難しくなってきそうですね。ここで流れが止まれば、まあ、調整レンジなんかも考えて見ていくことになりますから、まあ、あまりこう上の方でのロングというのはね、避けたいところですかね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足を見ていくと、まあ、高値を抜けた上昇トレンドがもうはっきり見えています。ただ現在は流れが止まってきているんですね。まあ、つまり調整局面を見ているような状況です。高安は見えてるんじゃないかなと思うんですね。高値は151円手前、安値が149円を少し割り込んだところにありますかね。今現時点ではまだ割り込んではいないですから、であればこう、押し目買い環境は崩れてはいないように思いますけども、ただこのサポートが本当に強いんであればね、もうしっかりこうリバウンド入っていてもおかしくないように思うんですけども、なかなかまあこのリバウンドが入ってこないと、むしろ今見えてるサポートを割り込んでしまうと売りのトレンドもしっかり出てきそうで、まあ、仮にこうロングをしていく場合はね、こういった動きにまああまりこう付き合いたくはないところですし、逆にこうショート目線で見ていくんであれば、この149円のまあ後半あたり、このあたりのサポートを割り込むかどうかはとても大事な注目すべき場所ということにもなるかなと思うんですね。今ドルが少しこう上値が重い状況になってはきてるんですけども、ただ円が弱いんですね。その影響もあって今はなんとか踏ん張ってはいますけども、まあ正直こう偽れてもおかしくないような状況になっていますから注意はした方がいいように思いますね。はい、こちらが15分足、内側を重ねています。まあ、上下に短期足見ているともサポート、レジスタンスもはっきり見えています。高値が150円の80、下のサポートは149円の90とか80。今はまだ割り込んでないですね。ですからまあサポート見えてくるんなら、まあいつこうリバウンドが入ってもおかしくない。これをロングで見ていくんだというのも、これも一つの考え方ではありますけども、一方でこの高値がどんどん切り下がってるこの動きもちょっとこう気になります。まあさらに今ドルも弱いですからね、このように結んでいくと、いずれも明日の方に抜けてしまうことになるかもですね。このサポート割り込んでしまったら、ちょっとこうしばらく買う材料が見えてこないです。押し目買いの失敗という形も見えてしまうだけに、まあ、サポート付近ですからね、ロングしていくのも全く悪くはないと思うんですけども、割れる動きに付き合わないようにね、そこだけはもうしっかり見ないといけないですね。相変わらずまあドルも弱いですからね、安値圏ではありますけども、まあ、売り場探しはしたいところかなと。まあ、円がどうなるかがはっきりわからないですからね、すごくやっぱりやりにくいと思います。ただ円はかなりね、冒頭でも触れましたけども、だいぶ突っ込んだところに来ています。まあ、いつ買い戻しが入ってもおかしくないと、そこはしっかり頭に入れて、トレードはしていこうかなと思います。まあ、僕はこれ割れる動きに少し警戒心は持ってしまいますね。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に継承重ねています。まあ、ダウ平均見てると全くもう動きないですね。調整レンジ、まあ、ちょっとこう上下の幅が広いです。上が38,800ドル、下のサポート38,200ドルですから、これ上下で600ドルぐらいあるんですかね。現在地はまあ高値圏で少し足場を組み出しています。ただ、まあ、サポートが見えてるだけに割り込んでしまうと、レンジの上から下までの売りの流れが見えてきてしまいますから、こう株価の強さを見ていこうと思うんであれば、まあ、今見えてるこのサポートはなるべくなら割り込んでほしくないところですかね。NVIDIA の決算は引け後になりますからね、引けた後の値動きにやっぱり注目ということになってくるかとは思います。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、1時間足に冷え性を重ねています。日経平均は相当強い上昇トレンド、これが一旦ようやく止まっています。調整局面ですね。高値安値が見えていますから、サポート割り込んだら、もしかしたらまあ短期の売りのトレンドは見えてくるかもしれませんけども、ではこの売りの流れが出てくれば、ドーンと売りが入ってくるかというと僕はそう思ってないですね。まあその前に、まあもともとはここに本当に強い上昇トレンドがありました。これ大きな上昇に対しての調整を見ていくわけですから、あまりにもそういった調整を見ていく場合、まあこの調整の幅が狭いように思うんですね。もう合わせずぐらいの大きな調整レンジは想定したい。だとすると、まあサポート割ってきたとしても、割った先にまあもしかしたらまたサポートが見えてくるかもですよね。
今現時点では全く見えてないですけどね、これが見えてしまったら今度はレンジの下にぶつかって反転ということにもなりかねないですから、日経平均、まあ、チャートすごく強いですからね、まあ、売り場は相当こう慎重に見た方がいいように思います。少々今見えてるサポートを割り込んだといっても、まあ、すぐにこう売りの流れを見ていくような、まあ、そういったチャートではないように思いますね。まあ、丁寧に買い場を探っていくということになっておきそうです。はい、変わりましてこちらが金の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、金は順調にも上がってますかね、サポートはもう僕はもうしっかり見えているかと思っています。しっかりまあ行ってこいの形も見えていますから、2000ドルの前半あたりですかね、このあたりのサポートの強さを見ていくことにもなるかなと。あとはこの上にはレンジが乗っかってますから、もしここが強いサポートになってくるんなら、次の動きというのはレンジの下から上まで、まあ、つまりまだ上げ余地もあるのかなとも思うんですね。もともとゴールドずっと強いですからね、ここで崩れそうになったのをなんとか踏ん張ったというのが、まあ、今のこの動きだと思いますから、まあ、踏ん張ったんであれば次は買いのターンかなと思います。ちょうど今のこのタイミング、ドルも上値が重くなってきてますからね、リスクオフの環境というのも手伝ってくるんであれば、もうしばらくまあこの上げは出てくるかもですね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、まあ、チャートの方を見ていくと強い上昇を取るのもこれははっきり見えています。ただまあ若干上値が重い形も見えてきてますから、まあ、調整レンジをひとまず見ていくことにはなりますかね。すると今の現在地はレンジの安値圏、サポートされるんなら買いが入ってもおかしくないとは思いますけども、ただなかなかこの締め買いというのが入ってこない。もういつ入ってもおかしくないと思うんですけどね、入ってこないですよね。ただサポートも見えてますから、買いは下からはしっかり入ってるんですね。ただこれ割り込んだらどうかと、割り込んでしまったら一つの決着にもなってしまいそうですから、まあ今現時点では割り込んでないですからね、ロングしていくのもありだと思いますけども、割れる動きは十分これは気をつけたいと思います。はい、あとはドルインデックスですけどね、上昇トレンドの押し目買いと見ていくんなら、まあ昨日でこの押し目割れてしまったということにもなります。するとまあ短期の高値からの売りのトレンドがこれで見えてしまうことになりますからね、まだ流れも止まっていないと、まあ、売りをこう強く意識していくようなチャートにもなってくるわけですけども、ただ少しこう目線を変えればこのあたり一帯を一つのレンジと見ていくことも可能で、そうなるとまあ昨日のこの買い戻しもね、レンジの下から買いが入ってきてると見れば、なくはない動きだと思うんですね。ですからまあ冷やしで今日この位置から、もう一度こう売りが入ってくるかどうかというのはとても大事な、判断材料になってくるかと思います。まだサポートされてくるんなら、ロングもありだと思いますけども、今日も売りが強く出てくるようだと、今度はまあチャートの崩れなんかも見ていくことになると思うんですね。波の起点に注目をしていくとだいぶ下になりますからね、一度崩れてしまったらドル売りは強く出てきてしまうかもしれませんし、ロングを見ていく場合はもうこの動きに付き合わないようにはしないともいけないと思うんですね。まあ、そういう意味ではこうドルを買っていくんであれば、今のこの位置はもう本当にギリギリのところですね。これ以上売りが入ったら苦しくなる場所でもありますから、まあ、今日の決着次第で、まあ、流れも見えてくるかもですね。はい、あとはもう本当に一番難しいのがこの円指数、下落トレンドをこれが止まって調整局面、まあ、ここまではわかるんですけどね、サポートが見えてるのもわかるんです、ならば買いが入ってほしいなと思うわけですけど、この買いが入ってこないわけですね。ということは、まあ、売りが強いということになります。ただ、売りが強いなら割ってほしいですよね。ただ、割れる動きにもなっていないと。週足環境を見ていくと、ここは去年の安値、つら合わせにもなっている場所ですから、まあ、サポートというのがこう強く意識されてくれば、もうこのような買いは入ってきてもおかしくないと思うんですけども、ただ、目先の動きはすごくこう上値が重いですからね、まあ、このあたりをどう見ていくのか、まあ、人によってこれも判断分かれてくるかと思うんですね。まあ、これ面白そうだと思うんであればね、トレードも全然ありだと思いますけども、ちょっとまあ難しいなと感じるんであれば、まあ、全般的にはまあ円のそば、円が絡む通貨ですね、ドル円とか黒線、このあたりはまあ様子見してもいいかもですね。まあ、今こうドルが上値重いという流れも見えてますからね、であればまあドル層の底堅い動き、注目しても面白いかもですね。あとは NVIDIA の決算ですね、これは為替の方にも影響を与えてくるかもしれませんので、明け方、その方がこう荒れてくることもあるかもしれませんので、もしこう持ち越す場合は、そちらも十分注意はしていただければと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。